日本東京都世田谷区多摩川地域多摩川多摩川は東京都世田谷区の町名。現行行政地名は多摩川1丁目から多摩川4丁目。住居表示実施済み。郵便番号158-0094。基震園東京都世田谷区の南西部に位置し、周囲を蒲田、岡本、瀬田、上野毛の各町に隣接する。また、多摩川を境に、 神奈川県川崎市双子、瀬田、諏訪と接する。玉川高島屋ショッピングセンター、二子玉川ライズ、東急田園都市線、東急大井町線二子玉川駅、兵庫島公園があり、二子玉川エリアの中心地にもなっている。2019年現在、玉川には、玉川下流域で唯一、堤防が作られていない区間が、約540メートル存在する。 そのため2019年令和元年東日本台風の豪雨では10月12日午後10時10分頃には堤防未整備区間から濁流が溢れ出し二子玉川駅周辺の広い範囲が浸水する被害が生じた2019年10月12日玉川が氾濫を起こし玉川地区の住宅地が冠水したこの地では堤防建設をめぐって住民同士で論争になり 事業仕分けの論議の対象にもなっていた。この時に被害が出たのは双子橋を挟んで上流側であり、堤防建設差し止めを求め、反対団体が仮処分申請を出したのは下流側だった。この仮処分申請は却下され、2010年に下流側堤防はおおむね完成している。2019年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。